outside. Opa, Gangnam Style.Thank you.
はい、ということで2曲目はマイケル・ジャクソンメドレーをお送りいたしました。ということでですね、せっかくこの学祭のステージというところで歌わせていただけるということで、ちょっとなんか、はい、学祭にまつわるなんか思い出とか思い出そうですねとか、はい、まあ楽しみとか、はい、そういうのなんか話していきましょうか。そうですね、何かあります？はい、僕はですね、もう21世紀プログラムのメイドカフェ、あニャンパパですね。ニャンパパ、ニャンパパ、ありがちなやつですね。ありがち、あ、いいですね。あ、僕も、まあ、僕なんかあのなんていうんですか、ちょっとなん、いや楽しみというかなんかまあ思い出になるんですよ、学園祭の、まあ、高校の学園祭の思い出でですね、まあ先輩の学年があったときに、なんか先輩がいわゆるなんか男子だけのクラス、ダンクラがあってですね、そこがゲイバーを営んでたんですよ。まあ、営んでたんですけど、その時に先輩がなんかそこめっちゃ繁盛してて、ちょっと2時間ちょっと休んでほしいから、ちょっと松村ちょっとやってくれって言われたんですよ、先輩が。で、まあ、ちょっともう行ったらなんかバレーボール使ってたのが、まあ、想像通りのバレーボールですけど、入れられて、で、結局何なのかなと思ったら、現地名、巨峰でしたっていう話ぐらいが思い出です。僕のね、今マックスの思い出ですが、ありますか？あ、ありがとうございます。九大ラクロス、女子ラクロス、女子ラクロスですか？はい、あ、なんかマッサージしてもらったんですけど、上からしたら、全部ですか？全部ですよね。お手軽ですね。500円で全身ですかね。全身ですかね。全身もありがたい。何がありがたいかわかんないですけどね。ということで、なんか心平とかなんかないですか？いや僕はこのね、ハモQとしてこのステージでお客さんと一緒にですね、アカペラ音楽の楽しさをですね、共有できることが僕にとっては一番の学祭の楽しみとなっております。はい、はぁ、あ、この流れでマジさ。はい、というわけで黒髪ワトソン最後の曲になってしまうんですけども、次々と面白い素敵なバンドさんで出てくるので、皆さん最後まで楽しんでいてください。それでは最後の曲聴いてください。Get you high, it takes your life. Feeling when your body starts to rise.